中列空軍基地は、グリーンランド西北部、カーナークのミヘ入ニュートビチにある、アメリカ空軍の軍事基地。アメリカ空軍の基地では、最北にあるものであり、北緯76度32分、整形68度42分に位置する。これは、北極点から 1500km ほどしか離れていない。グリーンランドに、アメリカ軍の基地が設置されたのは、第二次世界大戦中のことである。 1941年にデンマーカ本国がドイツ軍に占領されたためにアメリカ軍がグリーンランドを保護したことによる。第二次世界大戦中から戦後にかけてチューレは気象観測基地となっており、小規模な滑走路などが設置されていた。1950年11月にチューレに爆撃機用の基地を設置する計画がアメリカ空軍で決定され、 1951年6月には、グリーンランドが、NATO の防衛担当地域となった。冷戦期において、ソ連とアメリカの最短経路は、北極を経由するものであり、北極圏にあるグリーンランドは、軍事的に重要な位置にあった。つまり、ソ連を爆撃する爆撃機の発進、経由地として適した位置にあり、またソ連爆撃機の迎撃に適した地点であった。 中空軍基地の建設は1951年7月より秘密裏に開始され、1953年にほぼ完成した。基地の主要部分は1951年下期中に完成しており、150を超える建物が建設された。1953年から1959年にかけては戦略航空軍団の B-36。 B-47 爆撃機、KC-97 空中給油機などが配備されていた。1961年には弾道ミサイル早期警戒システムのレーダーが設置されている。1960年代前半がチューレが最も活発であった時期であり、配置された要員も1万人を超えていた。以降は基地が縮小され、 1968年には上駐人員が約3370名となった。基地の管轄は1952年1月には北東航空軍団であったが、1957年に戦略航空軍団に、1960年に防空軍団に移管され、1982年以降は空軍宇宙軍団の管轄となっている。 現在の基地の主任務は宇宙作戦軍団第12宇宙警戒中隊による ICBM などの弾道ミサイル警戒任務及び第23宇宙作戦中隊第1文献隊により人工衛星の追跡完成となっている。飛行場の維持整備は第821飛行場軍が担当している。中空軍基地、ありがとうございます。